東京郊外にある石の村、3日前この村で行方不明者。しかし捜査が始まっても何一つ手がかりがつかめないことを見かねた上層部は、とうとうアメリカ帰りの本庁の刑事、つまり俺を派遣した。まずは聞き込み調査からだ。ちょうどあそこにおじいさんがいるな。すみません、私警視庁捜査一課の伊崎と申します。少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。お前は今ここで殺す。絶対こいつだろ。え、何、今まで捜査してたやつがザルな。もういいか、朝のウータンに送れる。朝のウータン、何ですかそれ。あんた若えのに知らねえのかい。朝やってる週刊のことじゃよ。もしかして朝のルーティーンですか。ああ、今そういうのかい。ずっとそうだと思いますよ。朝のウータンだとただの教育テレビになっちゃうんで。それで何しに行かれるんですか。ジジイといえば芝刈りに決まっておるじゃろ。決まってるもんなんですかね。でもそれでしたらお時間ありますよね。少々お話を聞かせ願えますか。ああ、それか。もうじき中学生が登校してくるからの。その時間には間に合わせないと。ああ、中学生の通学路に草が茂ってて危ないとかですか。行方不明になってるのも中学生だ。シリアルキラーが普段は優しい子供に好かれるおじいさんなんてこともよくある。ああ、そっちの芝刈りじゃない。そっちじゃない草刈り。普通の芝刈りっていうのは、ある程度草が育ってきたらするもんじゃろ。それを人間に見立てて、育ってきた中学生を狩る。それが芝刈りじゃ。狩るっていうのは。エアガンで撃つんじゃ。は？近所の中学生をエアガンで撃つ。この村では大会なんかもある。村自体がやべえな。どうする？応援呼んで村全体調べるか。いや、今事件の捜査が最優先だ。何より、こいつが確定でやばい。絶対目離したらダメな気がする。なんか今も芝刈り用の鎌ペロペロしてるし。さっきも大福のあんこうまい。食器にしてんの？単刀直入にお伺いします。6月24日、この村にいた山本空くんを見かけませんでしたか。エアガンで中学生を芝刈り！芝刈りをしていたあなたなら何か知ってるんじゃないですか。そのガキはわしの大切な仕事の邪魔をする。やはり何か知ってるんだな。彼をどこにやった。ふん！わしは仕事の邪魔をされただけじゃ。何もしていない。仕事って？近所の地蔵を背の順で並べる。それ何の意味があんの？まあ、儀式というか、わしの夜のユッティじゃ。夜のルーティーンだろ？何なんだよ、さっきから朝のウータンとかよ。教育テレビからレッドカーペットにチャンネル変えんなよ。傘地蔵って知ってるか？それはまあ知ってますけど、その話に出てくる地蔵が、昔話の中では最強じゃ。銃を持ってるお前さんなんかの何倍も強い。そもそも傷一つもつけられんよ。そんなわけないでしょう。所詮は石像だ。発砲すれば傷ぐらいつく。はい、罰が当たってゲームオーバー。俺はそんな話が聞きたいんじゃないんだよ。よくわかんねえスピリチュアルな話に付き合ってる暇ないんだ。スピリチュアルか。行方不明の子も一切証拠を残さずに消えた。まるで神隠しのように。違うかい？それは外部の人間が知らない情報だ。署までご同行願います。そう焦るな。ジジイの仮説に少々付き合っとくれ。
どの道仕事はもう間に合わないんじゃ。あなたの仕事はしない方が周りに迷惑かかんないでしょう。まあいいですよ。話が終わったら一緒についてきてもらえますからね。地蔵たちが米やら魚やらを置いた時にした大きな音。それに驚いて外に出てみると、地蔵たちは丘の向こうにいる。おかしいと思わないか。何がですか？あの時代の家は基本平屋じゃ。音に驚いたんなら、外に出るのにせいぜい10秒、15秒がいいところじゃろう。それなのに地蔵たちは外に出てみると、見えるか見えないかのところにいる。わしがボルトなら、ケツからビーム出してでも勝とうとしておるわ。勝とうとはするんですね。でも早いって言ったって言うほどではないんじゃないですか。バカ言え。500メートルは離れんとそんなことにはならん。それも雪道をじゃ。プリウスなんかよりもよっぽど速い。突っ込まれただけで人死にが出るぞ。ローソンも真っ青じゃ。それはプリウスでしょう。しかも、奴らが持ってきた米は俵の状態じゃった。完全に人の手が加わっておる。人に擬態できるのか、はたまた万物を生み出す力があるのか、どちらにせよそれを持ってくるパワーや神通力なんてものまであるのじゃろう。確かにすごいかもですけど、所詮はただの石像ですし、街は置いといて破壊するのは簡単なんじゃないですか。奴らは同じスペックが7体もいる。囲まれたら速攻ミンチじゃ。石の坊主頭はどんなすり鉢よりも強力じゃ。なんでちょっと毛生えてんだよ。というか事件全然関係ないじゃないですか。関係ある。絶対ないでしょ。笠地蔵は実在するんじゃ。もう付き合ってらんないですよ。何ですか、笠地蔵が犯人だとでも言うつもりですか？そうじゃ。昔話として伝えられる笠地蔵には、続きが存在する。しかもそれは、残酷で悲惨な事実じゃ。続き？400年前。昔話と同じ不思議な出来事が起こった。地蔵からもらった品々を、心の優しい老夫婦は、人々に分け与えた。しかし、それが罠じゃった。罠、ですか？ああ。逆に人間側が、備えられたんじゃ。ん？奴らのルール。備え物を口にした者は、備えた者の願いを聞き入れなければならない。だから地蔵たちは備え物に一切口はつけない。失礼なやつじゃ。物理的に食えないだけじゃね。でも実際、彼らは地蔵たちに逆らえなくなり、奴隷同然の扱いを受け支配された。さらに神同然の者からもらった物を食べたせいなのか、肉体は不老不死になった上、腹も減らず、眠くもならない。働くために生きてるだけ。まるでサラリーマンじゃ。さすがにリーマンもうちょいましたろ。支配体制が落ち着いてくると、地蔵たちは一体を残して方々の村へと散っていった。そして同じように支配体制を築き今日に至る。この村は、そのうちの一つじゃ。え？奴らは支配することのできない外部からの侵入者を嫌う。村の周りには結界のようなものが張られていて、そこを通ったものを感知しておるようじゃ。脱出者も侵入者もわかるからな。なるほど。まあ侵入者は中に入ってしまえば問題ないようじゃが。でもどうすれば？そんな時にわしの仕事じゃ。地蔵を背の順に並べて。え、なんで？俺同じぐらいの大きさなんで？何？北？北？え、草？
草、え、どういうこと？なんで俺の前のめっちゃ気になるんですけど。ってなってる間に、侵入する。そんなんでうまくいきます？まあ、もう手遅れじゃが。え？人間にも、関わるな。消えた。でも、どうやって？わしはただ、備え物をして、いうことを聞いてもらったまでじゃ。あ、釜についてた大福のあんこ、地蔵の口を破壊して押し込んだのか。とりあえず一体。何なんですか？あなた。ただのはみ出しもんじゃよ。400年もののな。あと答えか。フリウスで峠を攻めてくるかの。待ってください。うん。僕も行きます。この事件を解決するのが僕の仕事なんで。飲んな。ありがとうございます。あ、そういえば、お名前聞いてませんでした。クレイ元禄じゃ。クレイジーとでも呼んでくれ。何の違和感もなく呼べそうです。アメリカ帰りだ。生意気で鼻についてしょんべん垂れて、鼻綿煮えくり返りそうじゃ。そんなに気に障った？